君へのメッセージ。 We'll be right back.
めましょうか。しおり挟んだページ涙の跡、苦しくて思わず閉じた理由は忘れずに、読み進めるほど白紙のページが大きに目すままに起承転結をこしらえて、ラリラリめくりめくるストーリーストーリー、喜怒哀楽せわし、ラリラリめくりめくるストーリーストーリー、自己責任けわし、破り捨てたい時はもう一回伏せの場所読み返し、そこにあったストーリー彩るキャラはいましたか、さを思い出して
出会ってくれて。Thank you.
クワギルティ だけの悲しみを愛した人愛された人互いを裁き合うさダメだから悪魔そう
その人が好きなのかも。隣にいる私じゃ勝ち目がないってことも本当はもう知ってたの。あなたが
流れる季節の真ん中で、ふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に、私とあなたで夢を描く。3月の風に思いを乗せて、桜のつぼみは春へと続きます。光の粒が
吹いてたグランドの真上の空夕日が眩しくてどこまで頑張ればいいんだギュッと唇を噛みしめたそんな時同じ目をした君に出会ったんだ簡単じゃないからこそ夢はこんなに輝くんだとそうあの日の君の言葉今でも胸に抱きしめてるよあと一粒の君も諦めないでいて何度でも
けのことができるのだろう。言葉にならないほどの想いをどれだけあなたに伝えられるだろう。ずっと軽くこの代わりできるよ。
だけどもんなこと言ってちゃやってみてとかって思いはいたすけどそれはあくまでも例えの話でありまして誰もやると言われりゃおいどんも男のわけでプランは寒いわけでお前が好きなわけでちょっとでも勝ってもらいたいわけでちなみにおかずってこんな意味じゃないんで嫌いならないでねいいんですかいいんですかこんなに人を好きになっていいんですかいいんですかいいんですかこんなに人を信じてもいいんですかいいんですよいいんですよあなたが選んだ人ならばいいんですよいいんですよあなたが選んだ道ならば人ならばいいんですよいいんですよ